やっぱり英語は難しいよ。何なのこの宿題、イベントかな。でも一流のスポーツトレーナーに英語は不可欠だってお父さん言ってたしな。そうだよね、日本だけで活躍ってわけにもいかないし。そうだ、アメリカ帰りの龍馬くんに教えてもらおうっと。どうかな、帰国子女でもさ、日本の英語なんか違うっていう感じすると思うんだよな。だってコロコロバスケの香上くんでさえさ、英語のテスト悪かったし、龍馬くんもどうかな。龍馬様、起きてらっしゃいます？何このともちゃんみたいな喋り。龍馬くん、いないの？寝てるの？あのさ、いなくても寝てても返事返ってくるわけないんだけど。何それ、冷たい。いるんじゃない？だったら返事してよ。猫なで声って嫌いなんだよね。で、何？あ、猫なで声だったのね。全然できてなかった、ごめん。ちょっとお願いがあるの、入っていい？いいけど。おー、龍馬くんの部屋で、何の用？そして時代を感じる、ゲーム機とテレビ。実は今日の英語の宿題どうしてもわからなくて教えてほしいんだけど。どこ？あ、ここなんだけど。ここ、これが主語なんだから S がつかなきゃね。なるほどなるほど。じゃあこれも同じ？ここは複数形でしょ、いるわけないじゃん。あ、そっか。さすが帰国子女、すごいな。ありがとう龍馬くん、助かったよ。別に、足引っ張られるのテニスだけで十分だからね。悪かったわね。あ、テニスの方が基礎体力ある分まだマシかな。一瞬でも感謝した私がバカだった。テニスで勝負する？いやいやいや、あなたさ、ランキング戦で下から2番目やん。そんなさ、一桁台の龍馬くんに勝てるわけないじゃん。口に白紙で対抗すぐ負けるって。いや、もう耐えて宿題を教えてもらおう。一応教えてもらったんだしね。でもなんか悔しい。あ、まずい、涙出ちゃいそう。だいたいお前さ、もうダメ、ごめん。ひどいよ龍馬くん、いつもいつもバカにして。あのさ。ああ龍馬くん、女の子泣かしちゃった。何を追い打ちかける気？英語なんてアメリカ行ったら赤ん坊でも喋ってるから。その、いや、赤ん坊は喋んないでしょ。慰めてるの？おかしい龍馬くんって、本当にコロコロ変わるな。なあ、聞いてる？バーカ。え、ちょっと口が悪いっていうか、一言多いっていうか。でも悪いやつじゃないんだよね。うん、今日は龍馬くんじゃなくて好み先生と一緒に練習しようかな。よし、今日は希望が丘テニスクラブに行ってみようかな。一人だけどなんとか練習できるよね。いや、好み先生がコーチしてくれるよ。さて、練習を始めよっと。やあ、よく来たね。お、好み先生、おはようございます。好みコーチ、こんにちは。すごいな、ガイアが。あれは好み先生のファンですか？今日は一人かい？あー、はい。そうか、じゃあ約束通り、僕はコーチをしてあげよう。もうやった、お願いします。でも、本当にいいんですか？会員さんたちのコーチとかで忙しいんじゃ。変な遠慮はしなくていいよ。僕が教えたいからそうする。それだけのことさ。本当ですか？もちろん、君がコーチを望まないのなら仕方がないが。いやいやいや、こちらからお願いしますよ。とんでもありません。すごく嬉しいです。じゃあ決まりだ。もう準備運動は済んでいるかい？はい、好みコーチ。オーケー。なら始めようか。
よろしくお願いします。でもこのカットだけだよね。学力低28。ありがとうございました。お疲れ様。今日の練習はなかなかいい感じだったよ。みんなコーチのおかげです。じゃあまた一人で来た時は見てあげるよ。はい、よろしくお願いします。こうしてこの日の練習は有意義に終わった。毎週誰かに会うんだね。今日は誰かな。はあ、調子に乗って走りすぎたかも。もうフラフラだよ。なんだなんだ、酔っ払い発見。今日は菊丸先輩か。てか酔っ払いって。酔っ払いなんかじゃありません。って菊丸先輩、あれ、息上がってるところに大声出したら余計フラフラに。あー、助けて菊丸先輩。おいおい、大丈夫かよ。ちょっと飛ばしすぎちゃいました。朝っぱらからそんなになるまで走るなんて、すっごく気合入ってるじゃん。まあ地区大会前だし気合入るのはよくわかるけどね。そうなんですよ、気合がこう湧き上がってくる感じで体を動かさずにはいられないんです。いや、俺も一緒一緒。そんな気がしたよ。菊丸先輩も試合の前とか無性に走りたくなったりするんだよね。もう興奮しちゃってんじゃん。そうなんですよ。でもそんなになるまで走ったらオーバーワークだぞ。元気なのはいいけど無茶しちゃダメだよ。はい、気をつけます。そんじゃ無理しない程度に頑張れよ。めっちゃ優しいやん。地区大会での活躍楽しみにしてるからな。はい。菊丸先輩のおかげで気合がさらに入ったな。まるで体の奥底から力が湧いてくるみたい。何？え？新アイロ？好感度上がった？私は2つ目の性格魂。ホイホイ覚えた。何ホイホイって？え、菊丸先輩はホイホイって言うけどさ。え？何に使えんのこれ？集合！これより練習を始める。今週の練習は確かウェイトが低かったんだよね。じゃあウェイトを上げるか。大丈夫かな。良好だったけど普通とかになったりしないよね。ウェイトトレーニング以上。はい。俺について来い。グレイト、グレイト、カモン、エキサイティング、カモン、グレイト、ベリーグッド。完璧や。てか学力28。なんか下がった、もしかして。グッド。ウェイトはスポーツの基本だ。エクセレントでマーベラスでワンダフルな体を作れよ。バーニング。はい、わかりました。これからも頑張ります。でもなんでバーニング状態なの。それはラケット持ってくからじゃん。すっかり遅くなっちゃった。急いで帰ろうと。お、いけない。宿題に使う教科書部室に置きっぱなしだ。あ、教室じゃないんだ。いや、まだ急げばなんとか間に合うよ。まだ空いてるかな。あ、よかった、誰かいるみたい。こんな時間まで誰が残ってるんだろう。そりゃ大石先輩が日誌を書いてたりとかじゃないかな。男子はこれでいいですね。違ったわ。ああ、私は依存はないよ。この声は手塚部長と龍崎先生。おう、1万円、ね。問題はミクスドだね。どう見ても生徒と先生じゃないな。先生同士の会話だよ。はい、順当に実力で決めるならばミクスド3が妥当でしょうが、あいつの不確実性にかけてみるのもいいかもしれません。ミクスド1かい。
確かにそれも面白いんだが、不安も残るね。ミクスドワンといえば大将だ。やはり小高が適任だとは思うけどね。はい、確かに。地区大会のオーダーのことか。誰のことで悩んでるんだろう。いや、あなただよ。こんなとこまで親父そっくりだね。京志郎のオーダーにもいつも悩まされたからね。京志郎って…え、じゃあ私のこと？私のオーダーで悩んでるの？悩みますね。ああ、本人の希望ってわけにもいかないしね、こればっかりは。もし私だったら…選ぶの？まあ普通に考えたらこれだけど…いやまあさ、大将は5月の時点で早いんじゃないかな。いや、私は三将がいいな。うん、やっぱりそうだよね。誰だ？あ、いけない、もうまず声出しちゃった。こういう時は泣くの？にゃおー、にゃおー。なんだい、猫かい。わ、信じちゃったよ。まあ、この人は信じないよね。で、どうするね、手塚。そうですね。よかった、今のうちに。教科書は？どっちに決まるのかな。考えると眠れなくなりそう。でも、よくあんな猫の鳴き声に騙されたよね。いや、騙されたのは一人。怪しいな。私ってモノマネの才能もあったりして。いや、もっとすごい人、関西にいるよ。あ、教科書忘れてた。でも今さら戻れないよ。まあ、いっか。龍馬くんに借りればいいし、今日は帰ろ。今日は地区大会だ。お、洋食。あ、おはよう。うん。何、和食の朝食じゃないから、ちょっと嫌なの？牛乳用意してあるよ。ありゃ、龍馬くん。今日の寝起きはすっごく悪そうかも。そんなんで大丈夫？何がさ。寝ぼけたまま試合に出ないでよね。朝からテンション高いと肝心なとこで疲れて使い物にならないんじゃない？あー、そりゃそうかも。私は朝も昼も夜も元気いっぱいなの。いや、いつか疲れるよ、そんなのあったら。こうして地区大会が始まった。シード校の正確の試合は準々決勝からだ。準々決勝の王林中を5対0って王林中とかあったな。準決勝の水の淵中は3対0と。だっけ？どこ？水の淵？どこ？危なげなく勝ち進んで、そしていよいよ地区大会の決勝戦を迎えた。私のパートナーは、ああ、選ぶの。いや、龍馬くんだよ。ほら、ぼーっとしてないで、そろそろ行くよ。あ、うん。緊張してるんじゃない？ねえ、別にしてないよ。そう。ま、別にどっちでもいいけどね。というか、龍馬くんよくミクスドに出てくれたね。お前がミスしたって、一人で取り返すから。あ、その時はお願いします。まるで私が足入れ窓みたいな言い方しないでくれる？似たようなもんだと思うけど。龍馬くん！お前たちの対戦相手は不動峰中の神尾明、立花アンペアだ。マジか！ラッシュ&ドリームでもこのペアやってなかったのに、ここでか！立花アンの実力は未知数。不動峰のスピードエースと称される神尾の脚力も要注意だ。だがデータ上においてペアの総合数値では互角。冷静にいけば勝機はあるはずだ。はい。正確に代々伝わる気合ボール、ステータスに振り分けろってさ。気合ボール？こんなのあんの？気合ボールは方向キーの右で増え、方向キーの左で減っていきます。すべて振り分けると終了します。じゃあ4つか。瞬発力は必要だよね。こう
こんだけあれば大丈夫かな。精神力、体力、パワー、あ、じゃあ知識も低いから知識1個はやって、じゃあパワー上げとくか。これくらいでいいんじゃないかな。よし、これでいこう。お久しぶり。待たせねえぜ。1年だからって手加減はしないわよ。あ、そっか、この2人2年生か。はい、全力でお願いします。お、4ゲームずつ。水木さん、まだここのゲームでは出てきてないのに。いやー、でもラッシュ&ドリームでアンちゃんとは戦ったことなかったけど、ここで初めてか。どんな技出すんだろう。戦国魂のホイホイって何だったの。ワンゲームの間にプレイヤーキャラの瞬発力が2倍。あー、そういうことね。けどまだいいんじゃないかな。ラケットはこれしかないんだよね。じゃあこれで OK。 プレイ、いきます。このくらい。ほら、来るよ。あ、危な、上がっちゃった。やったね。やった。フィフティーンラブ。てか相変わらず遅いな。けど私も必殺技が欲しい。いきます。そらそら、遅いよ。神尾くんなら追いつくよね、これ。そらそら、しゃさっさと諦めろよ。諦めないよ、私は。早い。お、やった、ラッキー。サーティーラブ。そうか、神尾くんは思いっきり走らせて HP を削る方向で行こう。私も減ってるけどさ。お、やった、ラッキー。ボディーラブ。やっぱウェイトトレーニングは大切なんだな。まあ、瞬発力も、あ、この嘘、喋ってたら打てなかった。40-15。かっこ悪。まあ、次は頼むよ。OK。いや、主人公、あなたは悪くない。操作してる私が悪いの、ごめんね。いきます。このくらい。今の早かった。なんだ、楽勝じゃん。ゲーム、声楽、プレイ。でもこれって対照戦じゃないよね。参照戦かな。任せて、任せて、いけ。あ、ドロップボレー。おお、ありがとう、リョーマくん。ラブ15。そして必殺技を出すときに1万円。ありがとうございます。お、やった、やったね。ラブサーティ。これは自分が撃ったら喋るという感じかな。今のショットで決まらないと。どうなるの。お、ラブフォーティ。ちょいちょい来る、あれ何なんだろう。私も出せんのかな。あ、離れちゃった。リョーマくん、アウト。ミス。15-40。あれ、次点取れば勝ち、もしかして。任せて。
神尾くん全然打ててないな、さっきから。お、やった、アウト。勝っちゃった、勝っちゃった。ウォンバイ正確、ゲームセット。そうか、この時代の主人公は勝てたことが奇跡なんだ。勝ち、やったね、龍馬くん。そうだね、ま、悪くはなかったんじゃない。本当？ありがとう。もう少しちゃんと動いてくれればもっと楽に勝てたんだけどね。じゃあもっと練習頑張る。でも龍馬くん一言多いんじゃない。さすが性格だな。だが次は負けねえぜ。ああ負けちゃった。あなたなかなかやるわね。私の予想以上だったわ。でも私たちは二度やられるつもりはないわよ。都大会で会いましょう。その時はまた勝ちますよ。次に当たる時を楽しみにしてますから。この勝利で勢いに乗った性格は不動峰を、なんだ、下し落とし、まあ不動峰に勝って地区大会を優勝で飾った。このわずか5分後、男子団体戦も優勝を決めた。まあこちらは当然だけどね。おめでとう性格。とにかくこの調子で次の都大会も突破しちゃうんだから。お寿司屋？住所だとこの辺なんだけど。あ、打ち上げか。いかにも高そうなお寿司屋さんがあるだけだ。まさかこんな高級そうなとこで祝勝会なんてやるわけないよね。んでも番地も合ってる。よーく見て川村って書いてあるよ。いや、どうしたの？そんなところに立ってないで入りなよ。あ、はい。あ、川村先輩、じゃあ祝勝会の会場ってここですか？うん、ごめんね、中学生のパーティーにしちゃ渋すぎるよね。いやいやいや、お寿司大好きだからめっちゃ嬉しいよ。そういう意味じゃなくて、高いじゃないですかこういうお店って。いや、うちはそうでもないんだ。とにかく早く中に入ってよ、もうみんな待ってるから。え、そうなの？うちっていかにも高そうだけどね。値段とか時価とか書いてありそう。みんないる。本当にここでやるんだ。うん、そう言っただろ。さあお前も早く座って。でも私あんまりお金持ってなくて。お父さんに借金しないと。心配しなくていいよ、ここ俺ん家だからさ。え、ここって川村先輩の実家なんですか？そうだよ、ほらのれんにも書いてあるだろ。あ、ほんとだ、川村寿司って書いてありますね。寿司じゃなくて寿司ってところがポイントですね。あそこなんだ。そうなのかな。今日はおじさんのおごりだ、遠慮せずじゃんじゃん食ってくれよ。お父さん、おっちゃん、いや別ゲームではお世話になりましたよ。あ、タカさんそっくり。タカジ、この子だろ、お前の言ってた新入生の女の子。うん。いやお嬢ちゃん、ほんと可愛いね。ほんとですか？むさ苦しいところで悪いけど、味は自信あるからね。いやいやいや、だってイケメンだらけじゃないですか。全然むさ苦しくないですよ。はい。それでは地区大会の優勝を祝して乾杯。いいねこういうの。そして富士先輩の前にはあれわさび寿司かな。だってカッパ巻きみたいなもの置いてあるし。乾杯！乾杯！こうやってみんなで美味しいお寿司を食べてると勝ったんだって実感湧くな。あーもうお腹いっぱい、もうこれ以上食べらんないよ。足りねえな、足りねえよ。あー桃城先輩、足りないってすごい勢いで食べれたみたいですけど。お前はあっちに行けって、どこの席行っても追い払われちまってよ。そりゃ物がなくなっちゃうからだよ。冷てえよなみんな。そうですか？でもここも残ってないし。あ、そういえば、あ、どうした？
藤先輩のわさび寿司残ってるんじゃないんですか。先輩ちょっと待ってて、確かここに、あ、先輩これいただいてきます。あ、やっぱりだ。この先輩って藤先輩だよね絶対。うん、いいよ、おいしいよ。うん、だよね。先輩どうぞ。お、お前ってやつは気が利くな。早速もらうぜ。あ、うん、生きてくれよな。どうしました先輩。水、先輩、水、水じゃなくてお茶の方がいいんじゃないかな。楽しそうだなみんな。どうしちゃったの。おいしいな。藤先輩どういうことですか。僕の特製わさび巻き持ってったでしょ。え、あれってそんなお寿司だったんですか。うん、みんなはダメみたいだね。まあ、あなたの味覚は特別なんですよ。藤先輩って一体どんな味覚してるの。ってな感じで祝勝会は盛り上がった。楽しかった。まさに勝利の味って感じだね。よし、この勢いで都大会も勝利だ。